はい、ということで皆様、グランビルアイランドに到着いたしました。はい、ということでですね、今日はバンクーバーでまた有名な観光地グランビルアイランドにやってきましたので、ご紹介したいと思います。はい、ということでね、もうバンクーバーに来られたらもう絶対ここは来るっていうのがこちらグランビルアイランドでございます。まあアイランドっていうくらいなんで、ここ島なんです。で、場所はどこかっていうと、バンクーバー中心地のダウンタウンからね、ちょっと南に行ったところです。だからまあ中心地からもね、結構近い場所にあります。で、この島ね、もともとは工業地帯やったみたいなんです。せやけど、あのバンクーバー市がね、めちゃくちゃ頑張って整備をして、今はね、一大観光地となりました。まあ、今日はね、ここを紹介するんですけど、ほんまいろいろあるから、来たらね、半日は確実に過ごせます。それぐらいいろいろあります。ここはですね、アートスクールもあります。まあ、こんな感じでね、アートの学校があったりとか、まあ、この島自体がすごくアートで有名なんですよ。先住民、ファーストネーションの方々のね、アートもいろんなところで見ることができます。さっきからアート言ってますけど、アート引っ越しセンターへとは違いますからね。これとは違いますよ。まあそんなこんな言いながらね、まあずっと歩いていくと、今度右側奥にですね、なんやあれ、なんかここだけ雰囲気ちゃうやん、どないしたんいうような建物が見えてくるんですが、こちらはですね、まあセメント工場でございます。まあさっき言ったように、もともとね、工業地帯だったので、まあその名残でしょうか、今もね、このセメント工場稼働してるんですけど、見てください、この派手なタンク。これね、セメントが入ってるタンクなんですけど、まあこれもアートにしてしまうこのセンスの良さ。これ何もペイントせんとね、このままタンク置いてたら全然雰囲気もぶち壊しやないですか。それをこうできるんやからすごいわ、ほんま。でっかいイチゴ到着です。イチゴが回ってます。これ子供絶対喜びますね、こういうやつ来たらね。コンクリート会社です、ここ。セメント会社っていうのかな。グランビルアイランドね、こういう感じです。ほんまにね、一つの一応島になってて、ここにいろんなお土産屋さんとかギフトショップ、食べ物屋さん、ほんでね、パブリックマーケット、お野菜とか果物とか買えるお店も並んでますので、ね、はい、行きましょう。ではまたぼちぼち歩いていきたいんですけれども、こちら前方に見える橋がですね、グランビルブリッジと言いましてね、まあ、ダウンタウンとバンクーバーの市内南部を結んでおります。で、こちらはですね、カナダの先住民の方のアートを作っている場所でございます。こういう感じで職人さんたちがやってますけど、ここをな、こうやってこないすんねん、お前やってみ。わかりました、師匠。ここをこうこうこうでございますね。ここをね、こないしてこうで、あ、ごめん見てへんかったわ、もう一回やって言うてね、まあそんなことはおそらく言うてないと思うんですが、こういった感じで、この建物の入り口もそうですけれども、まあ東天ポールであったりとか、木彫りのね、アートをここで作っているようでございます。で、この島の中にはね、本当にたくさんのファーストネーションの方のアートがあります。ここのお土産屋さんのこのかかってる絵もそうなんですけど、このね、自然をモチーフにしてる感じ、この色彩の感じとかね、めちゃくちゃ私好きです。この柄のお土産とかもたくさんあるんで、ぜひチェックしてみてください。ではまたこの橋の下をくぐってね、いろいろ見ていくんですけれども、まあこの日は天気良くてね、暑かったんです。汗かくぐらい。せやけどね、次の日まためちゃくちゃ寒なりました。これがバンクーバー。はい、でこちらいよいよグランビルアイランドの中心、まあ、こちらがメインって言って間違いないでしょう。はい、パブリックマーケットでございます。日本語で言ったらね、公設市場みたいな感じになるんかなと思うんですけど、まあその名前よりもね、はるかにおしゃれな雰囲気が中に広がっておりますので、行ってみましょう。お客さん見てて、安なってよ、見てて、まあ、みたいな声はね、聞こえることはないんですけれども、まあ一応こんなおしゃれなんですけど、市場でやらしてもうてますっていうのがこのパブリックマーケットでございます。まあね、見ていただいての通り、お野菜やら、ほんでね、あの果物を見てください。なんか知らんけど、この並べ方っちゅうんか、ディスプレイいうんかね、うまいわーって、もう写真撮りたくなるやんっていうね、並べ方をするわけです。でね、こちら、キャンディー屋さんを発見いたしました。ほんだらここにね、懐かしいペッツとかいうやつで、このね、キャラクターの口からアメちゃん出てくるやつなんですけど、昔おかんにね、こんなんあんたアメちゃん抱いちゃう、容器代取られてんねんって言われたことあります。悲しかったです。で、何回もしつこくて申し訳ないんですけど、やっぱりこのフルーツの盛り方、ちょっとうますぎませんかって、おしゃれすぎませんかって、これね、なかなか日本では見かけないですよ。まあ、百貨店とかあるか。百貨店ああいう盛り方してそうですね。まあそんなこと言いつつね、こちらにはケーキ屋さんがあったり、お肉屋さんがあったり、まあね、市場だけあって何でも大体食べるもん揃いますけど、おそらくそんなに安くはないんちゃうかなと思います。ここでね、残念ながら私買ったことないから何とも言えないんですけど。で、こちらはね、お茶屋さんなんですけど、奥の方にカンカンがいっぱい並んでるの見えます?あの中にね、いろんなお茶入ってるんですけど、ティー立てにして注文することもできます。で、ここは絶対あるよね、どこにでも蜂蜜屋さんです。美味しいよねっていう話です。そんなこんなしてるうちに、いよいよ私が大好きなランチをいつも買う場所にやってまいりました。はい、こういう感じ。パイがね、有名なお店で、
甘いパイ、フルーツのパイからこうやってねお食事系のパイまでいろいろ揃っております。ここのパイねサックサクなんです。なんせ私ねいつも気づかずこのお店で食べてたんですけど、なんかグランビルアイランドでは結構有名なお店、人気のお店だそうでございます。さあ数あるパイの中から私は何のパイを選ぶのでしょうか。皆さん興味あってもなくても見てください。はい、こちらドーン。はい、何のパイかわかんないね、だって中見えないから。パイの中身は後ほど。皆さんではランチゲットしましたんでここで食べようと思うんですけども、まあなんと素敵なスポットでございます。見てください、いかにもバンクーバーという景色がね目の前に広がっておりまして、ここがさっきあの下くぐった橋です。グランビルブリッジ、グランビルブリッジっていう橋ですね。はい、ボートもプカプカ来てますわ。でこの島はバンクーバーの中心地ダウンタウンのねすぐ向かいにあるんですけれども、ということでこのね高層ビルに住んでる人とかもすぐこう水辺に出てきてねウォーターアクティビティができるんですよ。まあ、港町神戸横浜とかでもねこんなすぐにパッと出てウォーターアクティビティはできないと思うんでね珍しいと思います。はい、本来はねお食事のご紹介ですけれども、こちらがですねフレンチオニオンの入ってるスープの入ってるパイですわ。でサラダがあって、こちらはですねクラムチャウダーの入ってるポットでございます。これ美味しいんですよ。でこちらのジュースはピーチストーンっていうね安いジュース、これあの1つで1ドルぐらいなんで、それではいただきます。でまずはこの安いピーチストーンジュースで喉を潤わせてからお食事いただきます。はい、こちら見てください、クラムチャウダーのパイですね。これねパイを崩して食べるんですけど、なかなかこううまくお見せできないんですわ。結構ね大粒のアサリがゴロンゴロン入っててね、まあ、食べ応えあるんです。それは美味しいよ、間違いないわ、などと申しております。なんかすでに汚くなっちゃって申し訳ないんですけど、これフレンチオニオンの中身、あの玉ねぎスープです。はい、私前なんかの動画でね鳥が嫌いいう話したと思うんですけど、その鳥嫌いになった理由がね、まあまず一つここでねこのパイを食べてたんですよ、同じパイを。ほんだら上からホードリってカーンとつかれてね、ほんで台無しになったって、その後食べられへんくなったっていう事件があったんですけど、今日なんかホードリ全然おらんやんこの周辺と思って、あそこ見えます、あのおじさんのね手元にタカがいるんですよ。タカかなんなんやろ、ワシかそういう系のいかつい鳥ね。やからそれを見てねアホウドリがね全然今近くにいないんですよ。ほらいつもこの辺ねアホウドリがもうめちゃくちゃ飛びまくって、みんなのね座って食べてる人の食べ物狙ってるんですよ。ほんまに被害者続出ですからこの辺り。けど今日は本当いない、ありがとう、あのタカ、タカかワシか、はい、それはちょっと分かんないですけど、はい、なので私は今日は安心してこのパイを食べることができるというわけです。でね、先からこの水辺にプカプカ浮かんで行ったり来たりしてるこの船なんですけど、シーバスっちゅうてね、あのダウンタウンとこのグランビルアイランドをね結んでる、まあ連絡船みたいなもんです。1回確か5ドルとかで乗れたと思うんです。まあ観光するときにはぴったりですね。ほんでこの辺りはねほんまいろんな船が行き交っておりまして、さっきのシーバスもそうなんですけどね、あのまあクルーザーみたいなお金持ちの人が多分こう乗り回してんやろうなあいうようなねクルーザーとかもようけ行ったり来たりしてますと思ったらね、こっち見たとき、あれなんか誰か遭難してはるとか思ったんですけど、これおそらくねレンタルボートかな、そういうのもできますんでご安心ください。でこちら側にもう一つの橋があるんですが、これはバラードブリッジといってねもう一個違う橋で、これもダウンタウンを結んでます。カナダの旗がこれでもかいうぐらいパッタンパッタンしてます。これ鯉のぼり思い出すわ。さっきのでっかい鳥さんにありがとうっていうアイコンタクトだけを送ってね、まあ、目合いませんでしたけれども、はい、散策続けていきます。ほんまねこの島はどこからでもねもう写真撮ったら絶対いい絵になるんですよっていうぐらい、もうね絶景ばっかりっていうか、もうバンクーバーらしい景色ばっかりが広がっております。バンクーバーはね引き続き店内飲食できませんのでね、やっぱり外で食べてる人で賑わっております。はい、ではね引き続きぼちぼち歩いていきたいと思うんですが、ここはですねまたパブリックマーケット内のいろいろね食べ物が売ってるエリアです。パン屋さんあったりとかコーヒー屋さんあったり、あとねタイ料理屋さんとかピザ屋さんとか、まあいろいろあるんですけれどもね、天井がねめちゃくちゃ高くて気持ちいいんです。ええ感じで木漏れ日入ってくるしね、ほんまね夏のバンクーバーとか晴れた日のバンクーバーはねこれほんま最高。せやけど冬とか雨降ってる時のバンクーバーはねドヨーンってします。それは否めないけどねっていう話で、でまあこのハムもそうなんですけどね、こちらこれファッチって言ってカナダ人結構好きなんですけど、なんかねキャラメルよりかはちょっとしっかりしてるけどチョコレートでもないみたいなね独特な甘いお菓子です。でここのベーグル屋さんも結構人気、いつもね列ができてますね。
こうなんかたまに観光地とか行ってね、ずっとお店ばっかり集中してて天井見てなかったら、意外とあら天井こんなんあったんとかね、あら天井意外と重厚な作りやんみたいな時あるんで、あの私見るようにしてるんですけれども、はい、ちょっと不穏な顔が見えてきました。ここめちゃくちゃ有名なドーナツ屋さんです。でね、こっからは並べないんですよ。外に行って並ばないといけない行列のできるお店なんですけど、このねドーナツくんの顔がちょっと不穏な顔してるよねっていう話で、でも皆さんご安心ください。私ここでね順番抜かししようとしてるんじゃなくて、後で今度外からもう一回ねドーナツ屋さん成功法で入りたいと思います。まあ何度も来たことあるこのグランビルアイランドですけどね、あ皆さんにここもちょっとお見せしようとかって動画回してたらね、私自身新しい発見が勘だけどあってね、ありがとうございます。ちょっとねさっきお見せしたドーナツ屋さん並ぼうと思ったんですけど、今ちょっと人並びすぎ列がやばいんで、もうちょっと待ってからね後でもう一回行きたいと思います。ドーナツ屋さんね、その青い車の裏ぐらいに入り口があるんですけど、ほらずらーっと列列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 、あっこまで並んでるから、これちょっと並びすぎやからもうちょっと立ってから帰ってきますわ。今ちょうど言うたらもうお茶の時間じゃ、お茶の時間やからね、混んでんのあるかも。あ山本さんこんにちは、ね、今日暑いね、ほんま昨日まで雨やったのに天気コロコロ変わるでしょ最近、ほんまね体調気をつけなあかんわ。あ、山本さん、ここ来たことない？ここな、雑貨屋さんの通りやねん。で、まあ、いろいろな可愛らしい雑貨さんあんねんけど、まあまあ高いから。お、まあ一応チラシで見てね。まあ大体安いとこで行くんやけれども。まあ、ここのペーパー屋さんなんかめちゃくちゃ可愛いからね。東京行かはって、ようこちゃんどないしてはんの？元気してはんの？たまにもあんたこんなんケチらんとここでな、なんか可愛らしいハガキやなんか手紙こうって、ようこちゃんに送ったったらええねん。なに、うちの旦那かいな。うちの旦那なんかこんなもんあげたかてもったいないかな。なんも価値分かれへんわ。もうせやかええねん。あ、すいません。こんななんかしょうもないことやってたら、雑貨セクションの通り終わっちゃいましたね。ということで、こう、可愛いね、雑貨いろいろあるんで、ぜひおすすめしたいんですよ。ペーパー屋さんって特に可愛いお店なんで、ぜひチェックしてください。そしたらまたなんかおしゃれな専門店見つけました。なんと、ハンモック専門店。ねえ、考えたもんでございます。木陰のハンモックで昼寝とかね、まあ憧れますよね。ここでワンチャンパラダイスっていう感じで、犬が3匹通っていきました。そうこうしているうちに今度はねアートセクションというか、まあ、ギャラリーがたくさんあるエリアにやってまいりました。さっきのねお土産屋さんがあったあたりとかパブリックマーケットのあのあたりとはねまた雰囲気がガラッと変わってちょっとしっとりした感じの雰囲気になります。しっとりした雰囲気って意味わかんないんですけど、はい、ここはなんか絨毯売ってましたね。ペルシャ絨毯みたいなやつかな。あでもね一周回っておしゃれに見えるっていう今日この頃です。で、この島の中にはね、マリーナって言われる、まあ、こう、船が停泊するような場所もあるんですよ。だから多分お金持ちの人が、まあ、ワインやらなんやら、高級なハムやらね、持って船に乗って、週末はちょっと、まあ、沖合でワインとハムをテイスティングでもしようか、いうようなことをね、してるんちゃうか、思ってますけど。下にあるのはね、レンタルのね、カヤック、カヌー、まあ、そういうカヤックか、ですね。この BGM、ちょっとなんか無印良品っぽくないですかって、さっき一人で思ってたんですけど、まあ、そんなこと置いといて。こういう木漏れ日の映像ってね、めちゃくちゃこの動画にアクセント加えておしゃれな雰囲気になりますよね。木のみんな、ありがとう。お気に。このグランビルアイランドって、なんかね、何個かのセクションに分かれてて、まあ、ここ今歩いてるのアートセクション、ギャラリーセクションみたいな感じ。で、あと子供のセクションみたいな、おもちゃとかが売ってるね、おもちゃマーケットみたいなのもあるし、あと食品が売ってるパブリックマーケットでしょ。で、あとお土産屋さんがいっぱいあるゾーンとか、で、あとね、フローティングハウスって言って、まあ、こう、水に浮いてる、イカダの上に立ってる家みたいな、まあ、水の水上のお家みたいなのがあるエリアもあるし、あとね、ちょっと小高い丘のある公園みたいなのもあって、プラス美術学校みたいなのもあります。とりあえず今からね、お子様の王国キッズマーケット、おもちゃマーケットに行きたいと思います。まあ、買うもん別にないんですけれども、まあ、見てみましょうね。こういうとこで買った方が割高なんでしょうね。けど子供はね、絶対楽しいと思う。こういうとこ連れてきてもらったら。さあ、良い子のみんな、今からみんなの大好き子供の王国キッズマーケットに行くよ。お兄さんはね、高校生の時の初めてのアルバイトが遊園地だったんだよ。だからこういった喋り方は慣れてるんだ。それじゃあみんなお兄さんについてきて。ここが入り口だよ、間違わないでね。なんでだろう、お兄さんいつも関西弁なのにお子様向けの喋り方になると標準語になっちゃうんだ。不思議だよね。ほら、早速入り口に入った途端、みんなの大好きなおもちゃたちが待ってるよ。みんなの大好きなおもちゃはいるかな？ちなみにお兄さんは子供の頃、積み木とかが好きだったんだ。ゲームとかもあんまりしなくって、ちょっと変わった子だよね。でもみんな自分の好きなことをするのが一番だよ。するとね、お兄さん、ここで悲しいお友達を見つけちゃったんだ。
このお馬さんなんだけど、君、おそらく20年ぐらい前に日本のスーパーの屋上にいたよね。そんなお友達もここのキッズマーケットでは楽しく第二の生活を送ってるんだ。僕はそろそろこの喋り方が疲れてきたんだけど、みんなはどうかな？もう飽きてきたかな？この喋り方いつやめてもいいんだけど、やめ時がわからないんだ。あ、すいません、ちょっとタイミングいいんでここでさっきの声やめさせてもらいます。これが本性の声です。すいません。これね、ジャックと豆の木のあれですよね。あれって言ったらあれなんですけど、もうね、ここでまたシュールなんやってるから、もうちょっと笑かさんといてって感じなんですけどね。あのあれですやん、あのグラスなのにね、あれですやんね、あれとしか言えん、これなんて言うんですっけ、こういうのね、シミュレーターみたいなやつね。それではお子様のマーケット後にします。外に出てきました。でね、ちょっとした公園もあるんですよ。でまたこの公園がね、晴れてたらめちゃくちゃ素敵なんです。みんな今日はありがとうね。お兄さんはこの辺でバイバイするよ。でもね、子供のマーケットの前にあるのは大人の楽しむグランビルアイランドのビール工場なんかがあるんだ。大人も子供も楽しめるってまさにこのことだね。なんてこった。でこの公園でね、私めちゃくちゃ可愛らしい愛らしいものを見つけました。赤ちゃんおるやん、赤ちゃん見て、皆さん見えますか、カモの赤ちゃんおる。 1,2,3,4,5,6,7 7匹の赤ちゃんとお父さんとお母さんで子育てしてるわ。何あの微笑ましい絵と思いきや、こっちには一人で優雅に水浴びしてる人もいますけれども、はい、あっちは子育て大変そうです。この鳥ね、カナダではグースって呼ばれてる鳥で結構いっぱいいます。おばちゃん接近中や。この時期はね、子育ての時期なのか、そこら中にね、親子のグースがいました。でもう一つね、日本ではあんまり見ない植物をご紹介します。ごめんなさい、この植物の名前もね、私ちょっと無知でわかんないんですけれども、これね、ザラザラの葉っぱなんです。ほんで下がね、結構トロピカルな感じの、こう何これねっていう、ちょっと見た目がおーっていう感じなんですけど、うちでもね一回育ててたんですけど、去年ぐらいにね枯れてしまいました。この公園からはもちろんダウンタウンの綺麗な景色も見ることができます。遊具とかもあるんですけどね、今はちょっと使用中止になってました。公園を出てね、ちょっと歩いてると、今度日本のお酒屋さん、日本酒を売ってるねお店をなんと見つけてしまいました。ここに書いてる通り、カナダで初めての田んぼということで、おそらくカナダで作ったお米で作る日本酒だと思われます。もちろんお酒を飲んで消毒というわけにはいかないので、アルコールはね手にちゃんと塗ります。はい。で店内にはね、お酒に関するもの、まあ、おチョコだったりとかが売っておりまして、でお店の外ではね、パティオ席でこうお酒のテイスティングとか、あとそのお酒に合うなんかあてみたいな、おつまみみたいなのもね提供してるようでしたんで、ね、いいですよね、お酒好きな人はここでいろいろカナダ産の日本酒楽しむことができるようですよ。でこちらのお店にはね、お酒はもちろんなんですけど、それ以外にもね、スイーツとか、あとあのアイスクリーム、お酒のね酒粕を使ったアイスクリームなんかも売ってましたんで買ってみました。皆さん、そこでね、今なんかお酒屋さん見つけたんですよ。なんかバンクーバーで日本酒を売ってる店あるって聞いたことあるんですけど、ここの店多分カナダで醸造してやってるお酒、カナダ産の日本酒を売ってるみたいでね、まあ、お酒はあんま飲まないから買わなかったんですけど、これ見てください、酒粕おしゃーけーって書いてるんですけど、酒粕ね、売ってた。これでね、あの粕汁とか作りたいと思ったのと、これは何でしょうってことなんですけど、これはですね、ライスクリームって書いてました。はい、ちょっとあのシャレ聞いてるんですけど、あのお米作っただから、これも多分酒粕入りのアイスクリーム、これ抹茶味、抹茶ジンジャーチョコレートみたいなセレクションだったかな。無難に抹茶にしましたということで、いただきます。お酒かどうかわからんけど、あ、でも最後その味するわ、日本酒の味する、なんか、あ、とは言わんこ来た美味しいね。あの、それが入っていることによって抹茶の風味よく引き立ってんのかな、すごい抹茶感強いです。こっちでなかなかね食べれない本気の抹茶の味するやっぱりね、素人が食レポしたところで味伝わらないですよね。すいません、もうちょっとトレーニングしますけれども、あのこちら先ほどお話ししておりましたフローティングハウスということで、海に浮いてるお家でございます。このようにね、車の代わりに横に船が置いてあるという、まあなんとも不思議なお家でございますけれども、もちろんこちら海の上に立っておりますので、潮の満ち引きでね、このお家たち沈んだり浮かんだり浮かんだり沈んだりするわけです。面白いですよね。
するとね、ここで最近新居をもたはった2人のご夫婦に出会いました。ご紹介します。アイガモ夫妻でございます。ということで、このお二人はですね、こちら左手の小さいお家を最近購入されました。30年ローンとのことです。お父さんどうします？お魚見てから帰ります？今日はそない新鮮な魚ないやろ。帰ろうか。そうですね、そうかもしれませんね。ほな帰りましょうか、お父さん。そんなアイガモ夫妻の微笑ましい午後でした。皆さんに悲しいお知らせ。さっきより行列伸びてるから。さっきの行列の 1.5 倍になってるから。でももう並ぶしかないから待ちます。美味しいの、ここのドーナツ、ほんま。カナダ・バンクーバーでドーナツといえばここというぐらい有名なのがこちら、リーズドーナツです。ここのハニーディップを食べたことがないという人生ほど悲しいものはないとまで言われる、ここリーズドーナツのドーナツ。行列嫌いなカナダ人が並んででも食べたいと思う名店です。まあ、さっきのことわざは私が適当に作りましたんでご了承ください。Could I get two honey dips? That's six donuts in total. Yes, please. I'll get cinnamon, please.ここでね、ドーナツ買う時の注意点は、最初にね、何個合計でドーナツ買うかを言っておくと、それに合わせた箱に詰めてくれますんで。はい、無事ね、ドーナツゲットできたんですけれども、ちょっとやばいことが、車のね、駐車時間あと5分で切れちゃうから、今ちょっとね、また競歩日本一の実力発揮中でございます。そうですけど、しんどい。まあ、とりあえずドーナツ6個買えたんで、ちょっとここで食べていこうかなと思ったけど、駐車料金的にね、間に合いそうにないんで、一回車に戻ります。で、まあ、どっかで食べたらいいやんって、味は変わらんやんということで、まあ、とりあえず車戻ります。さあ、車はね、大丈夫でしたので、無事ですね、グランビルアイランドを出て、景色の綺麗な公園にやってまいりました。はい、ということでね、6個買いました。こちらがハニーディップやな。ほんで、これ何やったっけ？何かわからんわからん。シナモンとメープルアイシングかな。これ2つ何やったっけ？レモンとラズベリーですって。抹茶ラテも買いました。はい、それでは実食です。ハニーディップ食べます。ふわふわです。砂糖口の周りにつきます。はい、なかなかちぎれないです。ふわふわでもちもちなんで、そら美味しいです。グッと言うてます。ということで、今日も長い動画でしたが、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。このチャンネルではね、 CA のことであったり、バンクーバー海外生活のことについて発信してますので、もしよければチャンネル登録、いいねの方もどうぞよろしくお願いします。ということで、また次回の動画ですぐお会いしましょう。バイバーイ。